宮川は甲州街道を越え、滝野川学園の敷地を通って、青柳街線の刷毛から水田地帯に降りていきます。この季節になると、国立の奥入瀬と呼ぶ人もいるほどの色鮮やかな世界を出現させてくれます。青柳段丘と多摩川の低地に広がる水田地帯との崖を青柳街線と呼んでいますが、国立の人が通称刷毛というのは、この青柳街線のことを指しています。刷毛という言葉は、一般にひらがなで書いています。調べてみると不思議なことが分かりました。先ほど紹介した多摩蘭坂の刷毛は、古い土地台帳によるとこんな字を書きますし、今画面に映っている城山あたりの地盤であった刷毛は、山辺に単に似た字を書いています。国立市内の武蔵野段丘と青柳段丘は数キロと離れていないのに、どうして字が違うのでしょうか。全国にはいろいろな書き方をしている例があります。刷毛という言葉はアイヌ語や朝鮮のコウクリが語源だとする説もあるようです。小説武蔵野夫人を書いた大岡昌平は、土地の風土や由来に合わせて文字化されたのではないかと推論を述べています。国分寺の住職星野さんはその由来について、刷毛というのはですね、まあすごい不思議な字書きますね。あれはやはり私の個人的な考えですけどね、はい、結局谷がこう迫っていて、そして落ちた水が、雨がですね、その水はけがいいというような意味で刷毛っていうのは名前がついたのではなかろうかというふうにも考えているんですけどもね、ですからどうしても刷毛下にはやはり、水はけが良かったり、また自然の湧水があったりしてますよね。ですからどうしても水と縁があるところじゃないかと思いますけどね。試験在家の刷毛下は今でも市内有数の湧き水が出るところです。長年国立の刷毛の植物の生態を調べている神成さんは、武蔵野段丘と青柳段丘の植生の違いについて面白い話をしてくれました。刷毛は上の方から南にだんだんこう低くなっております。それで一番上の中央線のあたりが武蔵野段丘と言われていまして、そこには何ですか、割に産地性の林道だとか、それから犬昌磨とか一薬草なんかのこう何ですか、草が、下草があります。そしてその上の木といいますと、ほとんどが雑木林でありまして、クヌギとかコナラの林になっております。それから少しこう下がってきまして、一橋、それから郵政研修所あたりになりますと、そこはもう立川段丘面だと思います。そこも雑木林でクヌギとかコナラ群衆なんていうものが生えておりまして、割合冬になると明るい林です。それから南に下ってきまして、甲州街道の南側には通称刷毛と言われます青柳段丘がありまして、そこには裏白だとか、それからヤブツバキだとか、それからカヤだとか、白カシ、荒カシ、白ダモなんていう常緑の木がたくさん生えておりまして、かつて何ですか、日本民族が照葉樹林帯に住み、農耕をやって日本文化を作ったという、その何ですか、そういう昔の姿をいくらかとどめているところだと思います。そしてそこの下草には湧水が何箇所かありまして、特にその夏も冬も暖かくて、こう湿度があるものですから、シダの群生地となっておりまして、何か氷河期とか
それからかってここが海辺であった時の名残と言われる裏白など珍しいシダが生えております。それからこの辺をこう歩きまして思うことは、何か年々葉の落ちるのが早くなったような気がします。それでこの刷毛もいつまで保てるのかななんていう心配しながら朝晩歩いておりますけど、なるべくこのままの植生で市で管理してほしい、市で保全地帯として管理してほしいと常々思っております。